サイダーサイダーは、砂糖液に、香料や、クエン酸などを加えたものと、炭酸水と混合した清涼飲料水。別の言い方をすると甘みと酸味で味付けされ、香味が付けられた、炭酸飲料。もともとは、サイダーサイダーは、リンゴ酒を指す英語であり、それが、世界の英語としては最も標準的な用法であるが、北米では、サイダーという語がリンゴをはじめとして、 果物類を砕いて絞った、果汁、非発酵のものを刺すためにも使われるようになり、不明瞭な歴史を経て日本語で、上述のごとく、砂糖とクエン酸と香料が加えられた炭酸飲料を刺すようになった。リンゴ系の香味がつくもののみを刺していたようだが、現在はリンゴに限らず様々な果物の香味がつく、ものを含め、アルコールを含まない、無色透明の炭酸飲料の総称として、 用いられている。なお、砂糖液に酸味と果物の香りをつけた炭酸飲料は、英語圏では、外して、レモンライムと呼ばれ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドでは、レモネードと呼ばれる。18世紀の中頃に、レモネードに炭酸水を入れたものが、イギリスで発売され、後に、これが日本にもたらされ、サイバーとして発展したとされている。 1853年、ペリー提督率いる黒船来航の際、その船員の飲み物として、炭酸飲料が日本に伝来したという話もある。しかしアメリカ側の記録によると、飲料水、ラム酒の割り剤として腐敗しにくい炭酸水が、搭載されていたという記録はあるものの、炭酸飲料を搭載していたという記録はない。いずれにせよ、幕末には、 イギリス戦により、長崎に炭酸入りのレモネードが持ち込まれており、1865年には、長崎で外国人の手により、ポンミズと呼ばれるラムネも生産が行われていた。日本のサイダーの発祥の地は、横浜で、1868年、外国人居留地で設立された、ヤクシュトンやノースワンド、霊紹介が製造販売を始めた。 パイナップルとリンゴのフレーバーをつけた炭酸飲料であるシャンペンサイダーが日本で最初のサイダーとされる。しかし、このシャンペンサイダーは在留外国人向けの商品だったため、上流階級や特権階級以外の一般の日本人が飲むことはできなかった。1875年、横浜大木町の秋元達之助がノースワンド、 例紹介に勤める西村人作の助言で作った金銭サイダーが発売され、1899年に登場した大金を使用した瓶入りの製品が日本で本格的に流通した最初のサイダーとなった。この時、シャンペンサイバーと異なりパイナップルのフレーバーを用いず、リンゴのフレーバーのみとしたことから、シャンペンの名を除いたサイダーという商品名にしたと。 されている。また、三ツ谷屋イン水という炭酸水をベースにした1907年発売の三ツ谷屋平野シャンペンサイダー及び1897年から1899年頃発売の岐阜県養老群養老町の養老サイダーも一部で日本初のサイダーとして紹介されている。なお、三ツ谷屋サイダーと金銭サイダーは後に製造会社の合併により 兄弟銘柄となり、その後、三ツ谷サイダーのみが残された。1904年に、イギリスの実業家、ロバート・ニール・ウォーカーが、長崎で発売した、バンザイサイダーは、日本で最初に大量生産された清涼飲料水と、言われる。バンザイサイダーは15年間にわたって販売された。その後各地で製造するものが現れ、大正時代の東京では、日清社が、 カ月インサイダーを宮川商店が君がよサイダーを製造を販売していた。戦後、アメリカ統治下の天見大島では1952年にトモエビールが設立され、トモエサイダーが販売されたが、1953年の天見群島本土復帰で商品の競争力がなくなり、1年余りで廃業となった。近年は飲料の多様化、 また茶など無糖飲料の人気が高まっていることから、飲料全体の販売量に占めるサイダーの割合は低下傾向にある。日本における各地の小規模製造業者の製造するサイダーは、チサイダーあるいは、ご当地サイダーのように呼ばれる。リンゴ系香ーの蜜屋サイダーに対して、柑橘系コーミで1967年に発売された蜜屋レモラリボンサイダー社の製品群の中で、 左から2番目が、リボンシトロン。7番目がリボンサイダー。国内で、太平洋戦争以前から、全国規模で販売されていた、無色透明炭酸飲料製品には、ビールメーカーが製造した、三ツ屋サイダー、リボンシトロン、キリンレモンの3名柄があるが、リンゴ系香みの競技の、サイダーは、三ツ屋サイダーのみである。後2社は、 名称が示す通り柑橘系の香味であり、語義矛盾となるので厳密な意味で、サイダーではなく、古くは、区別されて、シトロンと呼ばれていたが、現在では、シトロンの名称は、廃れて、一般的には、サイダーとされている。なお、1957年から1967年に、かけては蒸気に加えて、宝酒造による宝サイダーが販売されていた。現在は核。 ビールメーカーとも、無色透明炭酸飲料は、蒸気の代表名柄と、その派生商品のみを、製造販売しているが、かつて1970年代頃までは、ツ谷サイダーに対して、ツ谷レモラ、リボンシトロンに対して、リボンサイダー、リンゴ系。1967年発売、キリンレモンに対して、キリンサイダーと、各社とも、サイダーの名称は、 リンゴ系香味の製品にしか用いておらず、競技のサイダーと柑橘系透明炭酸飲料を厳密に区別して販売していた。しかし、後発商品は販売数が伸びずに淘汰され、現在のように各メーカーとも一本化された。外資系のペプシコーラでも以前1970年代にはパティオサイダーとミリンダレモンライムの二本立てだったが、 パティオサイダーは短期間で終売となった。外資系飲料で国内生産された透明炭酸飲料には他にセブンアップ、バブルアップ、スプライト等がある。これらはいずれも柑橘系好みである。イギリスのサイダー及びフランスのシードルはリンゴ酒である。イギリスでは発泡性がある場合が多いが、フランスでは発泡性がない場合が多い。北米ではサイダーは 生成、熱加工していない、リンゴ果汁を刺す。ありがとうございます。